HMV, HMV, HMV は、イギリスの HMV グループ PLC 社が、世界展開している、レコード販売店グループである。元は、A グラモフォン社、現 A、EMI のブランドだった。ノアクロニムであり、これは、グラモフォンの姉妹会社である、アメリカ合衆国ビクタートーキングマシン社、現 VRCA や、その子会社であった、日本ビクター、現 JVC、 ゲンウッドのマスコット、ニッパーのキャッチコピーだった。などのキャッチコピーを要する。本社は、イギリス・イングランド、バークシャー州、メーデンヘッドにあり、社員数は約1500人。イギリスの他に、日本、香港、シンガポール、アイルランド、オーストラリア、カナダに店舗を有する。黒を基調にした、量販店にしては、比較的落ち着いた。 店舗内装が特徴とされる。2013年1月14日、資金繰りに行き詰まり、経営破綻した。日本法人はこの時点ですでにローソンへ売却、口述されており、資本関係がないため影響はない。2018年12月28日、経営再建に失敗して、再び経営破綻した。2019年2月5日、 カナダのサンライズレコーズの関連企業が買収することを関在人が明らかにした。HMV とはもともとエーグラム本社の商標である蓄音機に耳を傾ける犬、ニッパーのマークのことである。彼の亡くなった主人の声を聞いているという意味でヒスマスター、S ボイス、HMV と呼ばれる。レコード販売店グループとして1990年に アメリカ合衆国に進出したが、業績不振のため2004年末に撤退した。日本へは1990年に日本法人である HMV ジャパンを設立して進出したが、同社は2007年8月に大和証券 SMBC プリンシパルインベストメンツの子会社へ売却され、2010年12月にローソンへ再売却された。2011年9月に ローソンエンターメディアに吸収合併され HMV ジャパンは消滅。ローソンエンターメディアはローソン HMV エンターテインメントへ称号変更。ローソンエンターテインメント。日本では1990年2月28日に日本法人 HMV ジャパンを設立。同年11月16日には日本第一号店となる HMV 渋谷を 東京都渋谷区のワンオーナイン内に出店した HMV 渋谷は1998年9月に千賀へ移転2010年8月22日閉店タワーレコード新制堂、山の楽器ツタヤなどと並ぶ大手レコード販売店である日本法人のマークにはニッパーがなく蓄音機だけが描かれている HMV ジャパンの2010年4月期売上高約310億円の約半分がネット通販事業で音楽ソフトでは amazon.co.jp に次ぐ規模である。2007年8月に大和証券 SMBC プリンシパルインベストメンツ株式会社大和証券スマビシ PE の SPC である有限会社 DSM インベストメンツカトルセが変ビグループ PLC 及びその完全子会社の HMV Music Limited から HMV Japan 株式会社と HMV Retail Limited の全株式を取得した。HMV Japan 株式会社は2009年5月1日に HMV Japan IP 株式会社と合併し、同年7月1日に HMV Retail Limited より日本事業について事業譲り受け、 2010年3月25日にカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が国内全事業の買収について HMV ジャパン株式会社及び大和証券、スマビシピーとの間で独占交渉権を取得し6月末までに契約締結する予定であった発表の時点でスキームは未定。しかしその後の大和証券スマビシピーや HMV ジャパンとの交渉で 事業方針等で対立して、独占交渉期限の2010年6月末までに合意に至らず、事実上、事業上等を白紙撤回した。2010年10月28日、コンビニエンスストア大手のローソンが、HMV ジャパンの全株式を大和証券スマビシピーの子会社、HMV ジャパンホールディングスから買収し、完全子会社化することが発表された。 取得金額は18億円で、同年12月1日を取得日とする。事業上と後も、従前とほぼ同様の体制で運営されていたが、2011年5月31日に、同年9月1日付で、チケット販売事業などを手掛けるローソンエンターメディア、レームと合併、レームを、存続会社とる吸収合併、加えて、同時期に、ポイントサービスを、 ローソンも参加する共通ポイントサービス、ポンタに統合することを発表した。合併後の新社名は、ローソン HMV エンタテイメントで、法人としての HMV ジャパンは消滅したが、店舗やインターネット通販事業では引き続き、HMV ブランドを使用する。同年8月に、両社の通販ウェブサイトを統合。今後は、両社合計で、約850万人。 HMV 約500万人、ゲーム約350万人の会員基盤を生かし、エンターテインメント事業を強化するという。店舗はいずれも、店ではなく、HMV を名乗る。ほとんどの店舗が、ショッピングセンターをはじめとする、商業施設のテナントとして出店しているため、ショッピングセンター名を関するケースが大半である、現在、都市名、地域名のみを名乗っているのは、 HMV&BOOKS、HMV レコードショップを除けば、一般商業ビル内に出店している、HMV 立川 HMVA、HMV 広島本通りの計3店舗のみ。1990年代前半、期間店であった HMV 渋谷109時代は、渋谷系ミュージックの発信源として、重要な役割を担った。同店で、プッシュされたアーティストが、 テレビなどで流れるヒット曲を好まない音楽好きの若者に支持され、渋谷系というジャンルを生み出す原動力となった。1998年に移転後は、JWAVE のサテライトスタジオ、渋谷 HMV スタジオが2009年9月まで存在し、同局の校長主立、番組、グルーブラインが当スタジオより放送されていた。2008年には、 最大67店舗まで拡大したが、その後は出店抑制の一方で店舗閉鎖が多くなり、2009年は9店舗、2010年は25店舗が閉鎖されている。期間店であった HMV 渋谷も2010年8月22日をもって閉鎖された。渋谷の閉鎖は、1998年をピークに販売低迷が続く CD 不況やインターネットの普及による 音楽配信販売の浸透を象徴する出来として、新聞各紙、ニュース番組で取り上げられた。なお、渋谷の跡地は、京阪電気鉄道の関連会社である、京阪流通システムズが建物を沈借し、テナントとして、フォーエバー21を誘致した。また一部店舗の跡地に、タワーレコードなど他の CD ショップが進出しているところもある。レームとの経営統合後は、 積極策に転じ、年間後から10店舗の新規出店を計画しており、2011年7月から11月にかけて9店舗が相次いでオープンした。その中には逆にタワーレコードの跡地にオープンした店舗もある。2011年4月にアベノキューズモール、大阪市アベノ区に小型店舗 HMV スポットの1号店を出店。 アベノフープの既存店舗が移転した形。2012年5月には、コンビニ店舗と HMV の小型店舗、HMV スポットを併設した2号店、ローソン HMV 表参道をオープンした、2017年に閉店。2014年8月2日には、東京都渋谷区宇田川町、ダンスミュージックレコード渋谷店跡地に、初の中古専門店。 HMV レコードショップ渋谷がオープン2010年の HMV 渋谷の閉店以来4年ぶりに渋谷に復活した。また2015年11月19日には丸石渋谷をリニューアルした渋谷モディ内に新たな期間店として HMV&BOOKS 東京を出店している。中国地方にはかつてに店舗があったが撤退し、 その後しばらく店舗がなかったが、2014年4月25日に、広島、HMV 広島本通り、同年12月5日に、岡山、HMV4 モール岡山がオープンし、再出店を果たした。九州地方では、各都市中心部から撤退し郊外の、大型商業施設店舗のみ残る状態であったが、2016年4月21日開業の、切手博多。 博多駅前に HMV&BOOKS 博多として入店、約6年ぶりに都市中心部への再出店を果たすこととなる。2014年2月28日現在、店舗での現金以外の支払い方法には、クレジットカードがあり、7個クイスプが利用できる店舗もある。また、交通系電子マネーはオネデ ID ピタパが一部の商業施設内店舗で利用できる。 2011年まで発行されていたかつての HMV のメンバーズカードは九州地方では2006年11月からその他の地方では2007年から導入開始したものであるオンラインストアとリアルストア実際の店舗でのポイントが共有されるただしカード切り替えあと1週間以内にオンライン携帯電話もしくは PC からのオンライン登録が必要共通会員限定 新カードでオンライン登録されているカードのトリプルポイントサービス等のキャンペーンがある期間や日程は不定オンラインで登録したメールアドレスにはメールマガジンが配信されたポイントの期限はカード発行日から1年ではなくポイントごとにポイント取得から1年に設定されていた例2006年11月15日に 10P 同年12月29日に 20P 取得なら2007年11月15日、10P、同年12月29日に 20P 執行。50P1000 円、100P2500 円の HMV マネー、HMV における割引に任意で交換可能。交換された HMV マネーは、次回の買い物の税抜き価格から自動的に割引さ。その際残額が発生した場合は、 次回に繰り越された希望の額だけ値引きをすることも可能。HMV マネーには有効期限がない。年間購入記録が10万円を超えるところからゴールドに移行されたゴールド会員限定の月一度のトリプルポイントサービスがあった。2009年1月中旬からポイント制度が見直され、還元率が従来の4分の1以下に変更された。 ポイントが直接割引額に反映されるようになり、クレジット機能付きメンバーズカード、ヘンビビザカード、UFJ カードの発行を開始した。2011年8月より、HMV メンバーズカードからローソンと同じ、ポンタへ、ポイントプログラムが変更された。2006年10月より2010年2月まで、オンラインストアで、パソコン向けの音楽配信サービス、 HMV デジタルを行っていた。ファイルフォーマットは WMA とアトラック約150万曲を取り揃えていて、楽曲の中心価格帯は1曲150円であった。2010年2月21日で HMV デジタルはサービスを終了した。購入したライセンスの再発行は同年2月28日までであった。その後は、 オンラインストアに iTunes ストアへのリンクを表示し、HMV 経由で購入すると、ポイントが付与されるサービスを行っていたが、ローソンとの通販サイト統合により終了。2019年4月より、クックバックスとの共同運営により、定額制音楽ストリーミングサービス、ヘンビミューザックパワードバイクックバックスの提供を開始。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。